どうも、不動産芸人のセラッキョです。イエーイ。さあ、というわけで早速ではございますが、2021年10月8日以降に家を借りた方、家を買った方、その家で過去に人が亡くなっている可能性がございます。それを知らずに、何も伝えられずに入居している可能性がございます。今日はそういう風な内容の動画をお撮りしていこうという風に思っておりますので、ちょっぴり繊細なテーマになります。ですから、冒頭のイエーイは忘れてください。冗談はさておきなんですけども、実際に2021年10月8日に実はとあるガイドラインが制定されておりまして、事故物件に関わるいわゆる告知義務、入居者の方にこういう風な物件なんです、実は過去に事故があってっていう風な告知をする義務のルールが変わりました。なので、それ以降に家を借りた方、家を買った方、とにかく不動産取引をした方っていうのは、もともと伝えられていたはずのことを伝えられていない可能性がございます。なので、この動画では何が変わったのか、じゃあ今はどういうふうな内容であれば告知をされるのか、また2021年10月8日以降はそのルールになっているので、今後家を買いたいな、将来的に家買いたいなとか、来年引っ越そうと思ってるんだよなみたいな方も、このガイドラインをもとに告知されない可能性がございますので、じゃあそれの解決方法ってあるのか、実はこれもあるので、この動画で実際に僕の方からそれをレクチャーさせていただければと思っております。ぜひ最後までご覧いただけましたら幸いです。ヒアイエゴー。さあ、というわけで、まずは何が変わったのかっていう部分からお話をしていくわけでございますけども、2021年の10月の8日に宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインという、読んで字のごとくみたいなガイドラインが国土交通省から発表されました。まあ、読んで字のごとくなんですけども、まあ、要するに不動産会社が物件の中で人が亡くなったりしていた場合に、どの程度まで調査する必要があって、どの程度まで告知する義務があるのかって、そういうふうなことを定めたガイドラインになります。で、それが2021年の10月8日に制定されたわけなんですけども、じゃあそれ以前ってどういうふうなルールの下でやってたのっていうふうな一つの疑問が生じるわけでございますけども、2021年10月8日のこのガイドラインの制定以前っていうのは、これっていう明確なルールはなかったんです。各不動産会社の対応に委ねられている部分が大きかったんですね。ですから、不動産会社によっては人が確かに亡くなったけども、まあ、5年間は家賃を下げて告知もしてきたけど、もう5年も経ったから家賃も通常に戻して告知もしなくていいかっていう風になる不動産業者もいれば、間に1人入居者挟んだらもう家賃も通常通りで、で告知もしなくていいかっていう風な不動産業者もいたりとか、逆にいや、うちは過去何十年遡ろうと1回でも人が亡くなったりしていた場合っていうのは未来永劫告知し続けますみたいな業者もいたりとかで、まちまちやったんです。差が生じていました。確かに、まあ、そのある程度問題が生じないように、クレームにならないように、これぐらいの期間は告知するみたいな慣習的なものはありはしたんです。まあ、業界ごとにも差はありました。賃貸業界と売買業界で、まあ、賃貸業界やったらこれぐらいの感じで告知する、売買業界はこんな感じみたいな、そういうふうな慣習はあったものの、明確なこれっていうふうなルールはなかったんですね。ですから、その物件を所有している側からしたら、中で1回でも人が亡くなっちゃったら資産価値っていうのは下がってしまうのかとか、じゃあ高齢者の方に家を貸すって非常にリスキーじゃない、
未来永劫僕のマンション資産価値下がっちゃう可能性高いよねとか、いろんな問題が出てきちゃいまして、明確なルール定めた方がいいよねっていう風な流れになって、2021年の10月の8日にこの宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインというガイドラインが国土交通省から発表されました。ギリギリ言えました。まあそういう風な流れで制定されたガイドラインなんですけども、じゃあ中にどういう風なことが書かれていて、どういう風なルールに明確な形で変わったのかっていうことをここから説明していくわけでございますけども、これに関しては国土交通省のホームページの方から引用した文章をそのままお読みさせていただきます。このガイドラインの方には、取引の対象不動産で発生した自然死、日常生活の中での不慮の死については原則として告げなくても良いというふうに書かれております。ですから、前の入居者、直近の入居者であっても、それがつい最近の話であっても、自然死である以上は告知しなくても良いっていうふうに2021年の10月8日以降はなりました。なので、冒頭申し上げた2021年10月8日以降に家を借りた方、家を買った方っていうのは、その前の入居者、前の所有者が中で亡くなっている可能性があるんです。そういう風なルールになったんですね。ただ、あくまでも自然死と、あとは日常生活の中で起きた不慮の事故死、これに関しては告知しなくても良いってなっただけですので、自殺だったりとか、殺人事件とか事件性のあるもの、これに関しては今も告知されるのが前提となっております。あとは自然死だったとしても、死後何週間何ヶ月って経っちゃって、遺体が腐敗しちゃって、特殊清掃の必要が生じてしまったとか、そういうふうな場合も告知義務があるというふうに今もされています。はい。なので、まあ、自然死に関しては正直告知されない可能性もあるということをご理解いただいた方がいいと思います。じゃあその上でなんですけども、じゃあ自殺とか殺人事件に関しては絶対に告知してくれるんよねっていうふうに思われたと思うんですけど、このガイドラインの方には他にも新しくこういうふうにやっていきましょうっていうふうな文章が定められておりまして、その中にあくまでもさっき言ったのは取引の対象不動産、自分が借りる部屋201号室やったら201号室、303号室やったら303号室に関してのお話でございますので、例えば201を借りるときに隣の202でとか、角部屋にしちゃったんであれですけど、下の101でとか上の301でとか、そういうふうなところで殺人事件だったりとか自殺が起きていても告知しなくても良いっていうふうになってるんです。このガイドラインではそういうふうに定められております。またマンションの共用部で通常使用する部分、エントランスからエレベーターに乗って201まで行く、このアプローチの部分であれば告知する必要は今もあるんですけども、例えば普通は使用しない緊急用の非常階段とかで自殺が起こっていたとかっていう場合に関しては告知しなくても良いっていうふうにこのガイドラインで定められているんです。ですから2021年の10月の8日以降に物件を契約された方っていうのは、マンションの中で別の部屋で隣の部屋で自殺が起こっていることを知らずに住んでいる可能性はあります。そうなんですね。意外とこの事実知られていないんですけども、はい。まあまあでもね、自分の部屋じゃないし、でいて、まあ、自然死は仕方がない話やしね、今高齢社会やし、まあそれぐらいやったらいっか、しゃあないかって思った方、
まだもう一個大きなルールがこのガイドラインで定められています。不動産芸人、これは家を借りる場合、賃貸の場合のみなんですけども、例えば自分が借りるこの201号室の中で自殺が起こった、殺人事件が起こった場合でも、この事案が発生してから3年以上経過した場合には告知しなくても良いっていうふうにこのガイドラインでは定められているんです。ですから3年以上前に殺人事件が起こっていたとか、自殺がその部屋の中であったとかいう場合でも告知されません。3年が経っていると告知されません。って嘘やん、それ困るって、どんなガイドラインやねんって思われた方いらっしゃると思います。2021年10月8日以降は今後物件借りよう買おうと思った時にこの事実知ることできないのって。そんな3年以上前やったとしても、過去に事件起こってる物件、自殺してる物件、ちょっと嫌やわって思う方いらっしゃると思うんです。じゃあこれ解決方法ないのかっていう話なんですけども、あります、あるんです。これじゃあどういうふうに解決すればいいのかっていうのをセラッキョがお教えしていくわけでございますけども、イエーイ、ここからも国土交通省のホームページから引用した文章をそのままお読みさせていただきます。このガイドラインの中で明確に謳われている話なんですけども、人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、飼い主借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから飼い主借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要があるっていうふうにされております。つまり物件を買おうと思っている人、借りようと思っている人の方から、この物件内で殺人事件とか自殺とか過去にないですよね、調べてもらっていいですかって聞かれた場合には、ちゃんと告知する必要が生じてくるんです。ですから解決方法としては、物件の内見の時であったりとか、物件資料をもらったタイミングで、この物件で過去にそういう風な事件事故ないでしょうかっていうのを聞くこと、これが解決方法です。聞いた上でないですっていうふうに答えられて、実はそういうふうな事案があった、過去に事件事故があった、絶対に調査できた範疇でそういうふうなことがあったっていうふうになった場合には、不動産会社が責任を負わなくてはいけないので、これを聞くっていうのは非常に大切なことになってきます。これが解決方法になります。はい、なのでこれを聞いた上でないって言われた場合には、安心して物件決めちゃっていいと思います。あんまりこう、なんていうか、僕の動画でね、こうちょっとなんか不安を煽ってしまうような若干内容にもなってしまってはおりますけども、そこまで不安視しすぎる必要はないので、聞くっていうことだけしておけば大丈夫やと思います、というふうな感じの僕の結論でございました。以上です。はい、というわけで今日はこのような内容で動画をお撮りしてきましたけども、これただあくまでも法律ではなくってガイドラインなんですね。なのでこのガイドラインをもとにやりましたっていうふうな不動産業者があったとしても、もし裁判とかに発展した場合に、いやこの事案に関しては不動産業者の方で告知する必要あったやろみたいな感じで裁判で判断された場合には、一個判例として残ってしまうので、そっちの方が強くなっちゃうんですね。なので正直不動産業者の立場からしたら、確かにガイドラインは発表はされてはいるけども、
告知するところはちゃんと未だに告知してるっていうのは現状です。今後結局問題になった時にこう責任を背負わなくちゃいけないのは不動産業者側なので、なのでちゃんと告知するところは未だにガイドライン制定以降も前の入居者実は自然死ですけど亡くなっていて本当は告知しなくていいっていう風なガイドライン定められてはいるんですけども、ちゃんとご理解いただいた方がいいかなと思って告知してるんですみたいな感じで有業者もしっかりいたりするので、ここは結局未だに若干まちまちっていうのはあったりします。はい、なかなか難しいなっていうような問題ではあったりするんですよね。というような感じで、よかったらチャンネル登録お願いいたします。またいいねやコメントなんかもお待ちしております。リクエストなんかもお送りいただけましたらその関する動画をお撮りさせていただきますのでお気軽にお願いいたします。というわけで本日の動画は以上でございます。それでは皆さん、チンタイじゃなくてバイバーイ。